こんにちは。4月になりましたね。4月になると速稼塾のポータルサイトが新しく切り替わります。もちろん1月から3月までのポータルサイトもいつでも見ることができますし、それからですね、2019年、2018年に遡って全ての放送をご覧いただくこともできます。ただこれから全部見ようと思ったらものすごく時間がかかっちゃうんで大変ですよね。まあ、ですので必要なところだけチョイスしてね、見ていただければと思います。もちろんこれからの情報発信もしっかりとね、皆様にお得になるように努めていきますのでよろしくお願いします。それからですね、私からの連絡を待つだけではなくって、こういうビジネスがあるんだけどどうなのかなとか、私はこういうビジネスがしたいんだけどなんかいいヒントありますかみたいなのがありましたらお寄せいただければ、その日のうちにね、お返しいたしますので、必ずお役に立てると思います。それでは今日はですね、ご挨拶代わりに私の得意な自己アフィリエイトといって、アフィリエイトの一番簡単な方法で5万とか10万とか20万とかね、稼げていく方法の方をちょろっとだけお見せしますので、興味がある方はね、そのままご自分でおすすめになるか私の方にご質問いただいて一緒に進めていきましょう。それではですね、画面を切り替えますので、こちらの画面の方を見てください。どうぞ。はい、例えばですね、私のメールボックスにはこういう情報が届いています。クリックしてみますね。こういうの文章が書いてますけども、要するにクリックしてみると、このね、なんですかね、スイカと連携できる唯一の ANA カードってあるでしょ。このカードを作ると2ヶ月後の15日に8500円ポイントがゲットできる。要するに8500円あなたの口座に入りますよって書いてるわけですよね。こういうふうな情報を知ってるか知ってないかだけでもだいぶ違いますよね。はい、その他同じようにですね、ドコモユーザーなら持つべき最強クレカって書いてますよね。この D カードゴールドですか、こちらでしたら14万円分入りますね。2ヶ月後の15日に14万入るということでございます。その他そうですね、まだまだありますね。井出光声優でお得な年会費無料の永久カードで1万2000円でしょ。で、この GDO カード、ゴルフ愛好家の皆様必見、これ2万7000円ですよね。まあ、こういうふうに、何千円とか何万円とかっていうふうに稼ぐ方法は結構溢れてるんですよね。これまだ続きがありますね。まあ、キリがないですよね。ヤフーカードで2万3000円とかね、イオンカードで2万1000円とか。注意点といえば、このクレジットカードはね、あんまり作りすぎない方がいいかなっていうところですから、金額のいいやつから上から順番にですね、まあ2枚ぐらい作ったらいいんじゃないですかね。8万5000円とかありますね。すごいですね。まあ利用規約とかね、なんか成果条件とかってよく読んで使ってみてください。まだまだありますね。これ6万1000円とかもすごいですね。ナンバー3があります。5万円とかね。まあまあ結構稼げそうでしょ。10万、20万と。で、これはね、ポルタ。ポトラっていうところですか。こちらの方で新規会員登録して、ログインして、参加してみるということができます。まあ、よろしかったらね、こちらの URL を置いときますので、動画概要欄からご参加ください。はい、それではですね、速稼塾のポータルサイト全体を見ていただきたいと思います。2020年の4月から6月の3ヶ月間、このポータルサイトを使っていきます。コーナーはですね、隠居 TV という日々の配信のコーナー、FX の相場解説、これも毎日やります。NEXT っていうのはネットワークビジネスの中で、まあ私がね、今取り組んでいるものです。どういうふうに取り組んでいって、ネットワークビジネスで勝利するのか、こちらの方もご覧いただければと思います。YouTube はですね、私の YouTube というよりも、速稼塾の塾生さんが YouTube を更新して、これをポータルサイトに掲載して皆さんに紹介してくださいっていうものを、私のね、解説付きでお届けしているコーナーです。そしてまあ、カジノっていうのがありますよね。これはカジノ利権で、ラックトリプルエイトっていうのがあるんですけども、こちらの方で自動でどんどん稼いでいく方法を紹介しております。MLM、これはネットワークビジネスにおける勝ち方などをね、紹介しております。C の木安原って書いてますよね。これは速稼塾の塾生さんで、その自己アフィリエイトをはじめとするね、稼ぐ方法を指導しているコーナーになります。もう私が直接やってもいいんですけども、今回は C の木安原というね、弟子のコーナーを設けて、そこで皆さんと一緒に交流を持っていただければと思います。付録というコーナーがありますよね。こちらの方には自己アフィリエイトの私なりの方法が紹介されております。で、特典というのが最後ありますけども、こちらの方はですね、速稼塾に入ったら、稼ぐ方法のね、
ワンツースリーがいろんな特典として盛り込まれていますので、こちらの方をご覧いただければと思います。その他今までの速稼塾のコンテンツはほぼここに入ってますので、膨大な量になりますからね、ちょっと覚悟して見ていただきたいと思います。それではですね、4月1日の第2章スタートというところ、工学塾をぶっ壊すって書いてますよね。これはNHK から国民を守るとの立花隆さんと、私が3月のね、29日に、私の町にやってきてくださった時の画像ですよね。で、FX のコーナーちょっとクリックしてみましょうか。はい。ここにはですね、まだ何も入ってませんけども、4月1日の朝から、相場解説が入るようになります。土日は特に放送しませんので、毎日 FX に興味がある人はしっかりと見てね、学んでいただければと思います。基本的にドル円しかやりませんので、ドル円以外の通貨ペアのご質問はすいません、ご遠慮ください。NEXT。NEXT ね。こちらの方ね。このネットワークビジネスに特化して、ネットワークビジネスの勝ち方を紹介しております。YouTube の方に行きますと、今年が最後のチャンスって書いてますよね。私がチャンネル登録1万人行った時の YouTube から来たメールが紹介されてますので、動画でご覧ください。その他ですね、本日の投稿者はガチンコマッチョクラブのミスター M さんが2つの動画を送ってくださいました。それに対して私はそれぞれ返信しています。それから愛知県のね、アイドルイクコさんという YouTuber さんも速稼塾の塾生さんでいらっしゃるんですけども、そのね、イクコさんの動画に対してこちらの右側の方で私も返信をしているよってことですよね。どなたでも塾生さんでしたら、こちらの方にね、動画を送っていただければ私が評価するって形になっております。きっとね、再生数、チャンネル登録者数増えていくと思います。で、カジノってところでクリックしてみましょうか。カジノはね、ラックトリプル8っていう e スポーツを扱っています。ここで自動的に勝っていく様を皆様にお見せします。MLM ってところでクリックすると、ネットワークビジネスの必勝法がですね、動画で紹介されてますので、ネットワークビジネスでなかなかね、勝てないなって方はこちらの方をご覧いただいて、なんで儲からないのか、なんで儲けていけばいいのか、そういうことをね、学んでいただければと思います。椎の木康晴のコーナー。はい。こちらの方では自己アフィリエイトの手順が書かれてますので、まあ随時更新なんでね、今動画が3つで止まってますけども、また追加されると思いますので、このコーナー楽しみにしてください。付録のコーナー。はい。私なりの自己アフィリエイトの方法がここに紹介されています。まあ私2013年から自己アフィリエイトやってますんで、多分ね、誰よりも詳しいんじゃないかなと思うんですよね。で、最後特典なんですけども、ここは結構ありますよ。まずは外食しながら稼げるサイトっていうのが特典1。特典2はマスターマインド TV といって、視聴者さんがね、680人もいた、まあ人気番組だったんですけどもね、こちらの方、90分から120分、結構厳しく切り込んでいます。多分脳の構造が変わるぐらいのことを話してると思います。そして、速稼塾ファイナル2017年のビジネス系の最後のカリキュラムですよね。こちら69万円で222日連続で毎日1時間ほどの講義をお送りしておりました。膨大な量になりますので、まあお時間あるときにね、少し覗いてみてください。工学塾ってのはこんなもんだよって形ですよね。この中で月収1000万の方が生まれております。自己アフィリエイトのコーナーは先ほどの付録ってコーナーと一緒です。その他今まで放送した速稼塾の内容がこの方にね、入ってますのでご覧ください。全体は以上ですね。ちょっと下の方見てみましょうか。下の方にはですね、速稼塾の歴史が書いてますね。私がまだね、名もなき頃、今も大して有名じゃないんですけども、すごい2013年の頃のね、私のね、ボロマンションに住んでいた頃のです。本当にね、狭いとこでした。ここに、今の奥さんと二人で住んでいたんですよね。むちゃくちゃ狭いとこです。で、家賃3万5千円も3ヶ月以上滞納してね、全然お金がなかった時に速稼塾を始めました。本当にこの頃ね、私はね、ビジネスで稼ぐって思いがすごく強かったですね。で、速稼塾の第1回のセミナーを立派な講義室を借りてやったんですけども、速稼塾を始めて、なんとね、35日で80万円の入金があったというね、私はね、今までの常識を覆すような売り上げを作ったなというところが、速稼塾の第1回になっておりました。23人の方に来ていただきまして、その他個別を合わせてね、50人の方を自己アフィリエイトの講座にお招きしました。次、速稼塾の第3回目のセミナーになりますけども、実はね、自己アフィリエイトを開始して、一番こっちの動画ですよ、一番左の動画から、100日後にはもうね、新しいマンションに移ってたんですよ。家賃12万でした。もう全然暮らしが変わりましたね。たった3ヶ月ぐらいでです。そこから私は月収100万を切ることがなくなったということなんですよね。だから100日あったら人生変えていくことができるってことなのかなと思います。こういうふうにね、動画として記録で残してますんで、もう嘘でも何でもないですよ。本当に。
この一番左の時はお金がない麻雀屋の親父だったです。真ん中ではね、そこそこなんか人に物を言えるようになってきて、もう第3回になるとね、もう余裕でしたな。広島でナンバーワンは私は自覚していました。まあそんな形でね、全ての記録っていうのは動画として速稼塾の足跡が残されてますので、だから YouTube のね動画が1万5000本ぐらいになるんですけどもね、どんな時でも動画を残しております。それがもう私の人生そのものと言ってもいいと思います。まあ皆さんもね参考になればと思います。それではまた次の動画見てください。はい、いかがだったでしょうか。いろいろとね、見ていただきましたけども、ちょっと興味が出たんじゃないですかね。これから速稼塾のポータルサイトでいろいろと学んでいったりとか稼いでいったりとか、一緒に考えたりね、悩んだりしていければなと思います。私は速稼塾は、まあ、精神的な家族だと思いますので、大切に、ね、していきたいと思います。それでは末永くよろしくお願いします。ありがとうございました。